はい、皆さんこんにちは。今日は 1-11 の解説です。編成なんですけども、ここは編成変更不可となっております。一律レベル20ですね。で、バランス設定みたいな感じですかね。狙撃が1枚と前衛が1枚、あとは2枚ずつあります。はい、それでは行ってみましょう。はい、ボスが出てきます。これはね、ここはまだ動かせません。はい、でこのあとね、やられちゃいます。はいはい、ここからですかね。はい、じゃあ混戦法を置きましょう。2枚並べます。前が1ブロックで、ボスが近づく前に倒したいんですよね。はい、で医療を下向きで、ここに狙撃右向きに置くことによって、ここ当たるんですよね。ボスがちょっと移動してくるので、はい、先端に当たります。で近づいてくる前に倒したいので、ちょっとメランサで少しでもダメージを与えておきましょう。はい、メランサ1ブロックなので、他の敵はねスルーしてます。はいはい、狙撃をもう1枚入れました。で狙撃がね、今ちょっと左向いたりしてますけども、ボス当たってるんですよね、ああいう感じで。でラバー入れましょう。範囲術師できれば近づく前に倒したいんですよね。はい、でここ上来てるので重装入れましょう。はい、ボスのダメージ結構減ってますよね。もう3分の1ぐらいですね。はい、下に次移動してきます。はい、ここでもう1回メランサ行きましょう。はい、もうちょっとですね、体力は。はい、ちょっと残りました。ぶつけましょうか。先方ぶつけます。もう倒せるか。はい、これで死にました。あとは雑魚だけなんで、上はね特に回復はいりません。重装を出しておけば大丈夫です。はい、こんな感じでクリアとなります。動画ご視聴どうもありがとうございました。次回 1-12 の解説動画でお会いいたしましょう。